だから今日気づいてほしいのは、自分がここにいてもいいんだ。つまり自分の生き死にに関わる感覚を、他者からの評判とかいいねの数とかすごいって言ってもらうことで埋めようとしてませんかってことなの。で、この動画を見てる方たちは多かれ少なかれ、自分の生存価値、生き死にに承認欲求がつながっちゃってる人っていうのは、承認欲求っていうキーワードに敏感なの。だって自分の命とつながってるんだもん、他者から認めてもらえるかどうかって。多かれ少なかれ皆さんの中に、誰かから認めてもらえた私は生きていていい、でも誰も認めてくれない私は生きていても意味がないとか、誰かから認めてもらえたら私は孤独にならないで済むけれども、誰にも認めてもらえなかったら私は孤独になって役立たずで消えるしかないみたいな感覚を持ってる可能性。承認欲求で苦しい、誰かの承認欲求を満たしてほしい投稿にイライラする、自分の承認欲求をどうしたらいいかわからない、承認欲求で苦しんでいる人が増えてます。この動画で承認欲求ってそもそも何なんだろう、承認欲求にいい悪いはあるの、いい承認欲求って何、悪い承認欲求って何、そして承認欲求とどう付き合っていったらいいの、その話をしたいと思います。具体的な解決策も提示したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってください。皆さんこんにちは。公認心理師、栄養療法、音楽療法のハモショこと橋本翔太です。今日お話ししたいことは承認欲求です。意外と質問多いんですよ。承認欲求って聞くと真っ先に浮かぶのはね、マズローのあのピラミッドだと思うんですよ。ピラミッド型でね、下が生理的欲求から始まって、で、上がね、自己実現の欲求。まあ、皆さん見たことあると思うんですよ。ね。エイブラハム・マズロー、アブラハム・マズローっていうアメリカの心理学者が作った表なんですけれども、まあ、いろんな機会によくよく出てきますよね。で、その中に承認欲求っていうのがあるわけ。で、マズローの説明としては、その生理的欲求が満たされて、安全の欲求がね、満たされて、で、その上でね、承認欲求へとつながっていくんだ。社会的欲求が満たされて承認欲求につながってくるんだけれども、そもそも承認欲求って何なの？ってとこから考えたいと思います。承認欲求を持っていることが悪いとかいいとかっていうふうに、どうしても私たちって承認欲求ってなんかこう嫌なものってって思ってる方が多いわけ。なんかこう下品なものっていうかさ、承認欲求承認欲求って、あんなにインスタ映え狙って、なんかあの子嫌ねみたいな感じで、なんかこう承認欲求をギラつかせてる人ってすごく嫌だし下品だし、私はそうなりたくない、でも私の中にそういう気持ちがある、どうしようみたいな感じで苦しんでる人も多いわけで、承認欲求というのは、まず今日動画の一番大事なポイントね、持ってて当たり前です。誰でも持ってます。なんでかっていうと、私たち人間っていうのは石器時代からこうさ、群れの中で生活してきてるわけで、群れの中で生き延びるためには、群れの中から除外されないように、仲間外れにされないように、こうコミュニケーションを取りながら群れの中に残る必要があるわけよ。だから昔ね、群れの中から排除されちゃうっていうのはもう生き死にに関わるんですよね。だから承認欲求っていうのは、誰かから認めてほしい、誰かから分かってほしい、誰かからすごいって言ってもらいたい、いい評判が欲しいってことでしょ。つまり群れの中でいい評判を獲得できたら、ちゃんとその群れの中に入れるわけよ。自分の命が守れるわけだから、私たち現代人っていうのは、そうやって群れの中で誰かからすごいって言ってもらうことによって、群れの中にいることができた祖先の生き残りなんですよ。承認欲求がなかった過去の人類っていうのは、おそらくその群れから外されて生きていけなくて淘汰されちゃってるわけ。だからもちろんね、個人差はあるよ、現代人でも個人差はありますから、大なり小なり自分の中に誰かから認めてほしい、誰かからすごいって言ってほしい、それは自分の作った作品かもしれない、自分の仕事についてかもしれない、自分の見た目のことかもしれない、とにかく誰かからすごいって言われたい、受け入れてほしいって気持ちは誰にでもあります。これは人として当たり前だから、承認欲求って本来いいとか悪いとかじゃなくて、人間の中に普通にあるものなんです。もうこれだけでも今日持って帰ってもらえばいいです。当たり前です。承認欲求って誰でもあるの。だから承認欲求があるから悪いとか、承認欲求がないから大人だとか、そんなことない。誰にでも承認欲求ってあります。まず今日はそれを持ち帰ってください。で、その上で、なんでこんなに承認欲求が皆さん苦しくなっちゃってるかっていうと、誰でも承認欲求ってあるわけ。だからもうはるか昔からさ、日本でもその大正明治昭和と、当然承認欲求ってみんなあって生きてるわけ。でも
インターネットと SNS の発展によって簡単に承認欲求を満たすことができるようになってくるんだよね。写真の撮り方とか自分自身を世界にアピールすることによっていいねとかね、視聴回数みたいな感じで承認レベルが可視化できるようになったってのがあるんですよ。そうだから簡単に承認してほしいっていうその仕組み土台がインターネット上にできてるし、かつそれによって誰かの評判具合を可視化して見ることができる、可視化されてしまってるってことだから、誰かと比べることによって自分が承認されてないような気持ちによりなって苦しんでる人も増えてるというのが起こってます、つまりインターネットがこんなに発達する前だったら別に自分が承認されてるかどうかっていうのはそんなにはっきり分かるものではないし、なんとなく雰囲気で、あ、私って役立ってるな、受け入れられてるなとか、あ、この前すごいって言ってもらえた、よかったなんていうふうに住んでたものが、今インターネット上の、そのインスタグラムとか、ツイッターとかそういう SNS なんかを見るとリツイートの数とかいいねの数とかで可視化されてるんだよね。で当然その投稿主っていうのはその数が増えていけば増えていくほど承認欲求というものは満たされるし、一方で誰かと数字で比較できるわけよ。だから5000いいねもらっても1万いいねもらってる人がいて、しかも同じようなテーマだったら、あ、私って承認されてないってなっちゃうわけ。こんな風に数字で比較できるようになっちゃった、可視化できるようになっちゃった世界、ほんの一部なんだよ。でもそれを毎日毎日見てると、やっぱり自分ってなんか足りないんじゃないか、承認されてないんじゃないかって気持ちになって苦しんじゃうってことも一つはあります。だから承認欲求って言葉がすごくね、現代こう広まってるし、承認欲求っていうことを意識する人が増えてきてるんじゃないかなっていうふうに私は思うんですね。で、先ほど悪い承認欲求はないんだよって言ったんだけど、確かに悪い承認欲求はないんです。ただ承認欲求のモチベーションがどこにあるかっていうのが大事なの。それこそ安心安全とか生理的欲求とか社会的な欲求を満たした上での承認欲求、つまりゼロからプラスに向けての承認欲求だったらいいのよ、健全なんです。健全じゃない承認欲求、病的な承認欲求というのがあって、それは私がここで生きていていい、自分には価値がある、自分はこのままでも生きていていい、ここにいていい、大丈夫っていう感覚を自分で埋めようとせずに誰かからの評判で埋めようとする、つまり誰かからの承認によって自分の生存理由を埋めようとする人が危険なんです、で、なんでこんな感覚を持ってしまうかというと、どうしても辿っていくと幼少期からやっぱりスタートはしますね、親子関係の問題において、どこやじゃないとしてもそのままの自分でいいよっていう感覚をあまりもらえなかった、あるいはその小学校中学校ね、同級生の関わり、先生との関わり、社会人になってからも、つまり頑張ったりすごいねって言ってもらったり、誰かの評判をもらえた時は自分が生きてる感じがするんだけれども、そのままの自分、役立たない自分、ただ漫画読んでる自分みたいなのってこう良しとされなかった感覚が自分の中にある人っていうのは、誰かから承認を得た時にだけ私って生きていていいんだ、ここにいていいんだって感覚を持ちがちです。だからアダルトチルドレンとなんて言われる人たちも実際そうだし、別にその親子関係に何か大きな問題があったわけではないんだけれども、なんかこう自分がこう認めてもらった時だけ、あ、なんか私ってここにいていいんだとか、あ、この家にいていいんだっていう感覚が言語化できないんだけど、自分の中に強くある人っていうのは、大人になってもただここに私がいるだけで生きていていい、大丈夫って感覚が持てないんですよ。これは愛着の問題にもつながってくるんだけれども、私は私でここにいていいっていうのは、つまり自己肯定感なんですね。だから詰まるところ、自己肯定感が低いってことがつながってくるわけ。自己肯定感が低い人は承認欲求が強くなります。つまり自分で自分に OK を出すという自己肯定感の力が低いから、他者から OK をもらいたいわけ。他人から OK って言ってほしいの、他人からすごいねって言ってほしいの。そうしないと自分は生きていっちゃダメなんじゃないかっていうような、実は生き死にに関わってるんですよ、承認欲求が。これが悪い承認欲求、つまり苦しい承認欲求。ただ本人が悪いとかじゃなくて、どうしてもここまで生きてくる間で自分がこのままでいいんだって自分に OK を出すことがうまくできない人たちなんです。いろんな理由で、別に全てが親子関係が悪いって言ってるんじゃなくて、その人の性格の気質とか、食事と栄養のバランスもそうだし、
ね、ここまで生きてくるまでのようないろんな経験が全部重なってそうなっちゃってるんだけど、だから今日気づいてほしいのは、自分がここにいてもいいんだ、つまり自分の生き死にに関わる感覚を他者からの評判とかいいねの数とかすごいって言ってもらうことで埋めようとしてませんかってことなので、この動画を見てる方たちは多かれ少なかれその傾向があると思います。っていうのも、承認欲求ってね、気にならない人は全然気にならないんですよ。そんな、もちろんね、人から認めてほしいし、すごいって言ってもらいたいけれども、だからといって言ってもらえないから自分が生きていてはいけないみたいな感覚につながらない人っていうのは、承認欲求という発想にそもそもこだわりがないんです。うん、だからさっきのマズローの段階でいうところの健全な承認欲求というかね、マイナスからゼロじゃなくてゼロからプラスを目指す承認欲求の人っていうのはここまで苦しまないんだけど、自分の生存価値、生き死にに承認欲求がつながっちゃってる人っていうのは、承認欲求っていうキーワードに敏感なの。だって自分の命とつながってるんだもん、他者から認めてもらえるかどうかっていうのが。だからこの動画をここまで見てる時点で、もう多かれ少なかれ皆さんの中に、誰かから認めてもらえた私は生きていていい、でも誰も認めてくれない私は生きていても意味がないとか、誰かから認めてもらえたら私は孤独にならないで済むけれども、誰にも認めてもらえなかったら私は孤独になって役立たずで、もう孤独になって消えるしかないみたいな感覚を持ってる可能性が高いです。うん、まずここまでね。はい、じゃあどうしていったらいいかってことなんですが、まず一つ目は、承認欲求自体は悪いことではないので、そこはジャッジしないでください。これだけでも変わるから。承認欲求は持っていて当たり前です。だから誰かから認めてほしいなとか、すごいって言ってほしいなって気持ちがあるのは当たり前。そういうのがモチベーションになって、いい作品ができたり、いい仕事ができたり、自分自身を磨いたりすることができるので、承認欲求というのは別に持ってていいし、拒否することはないんです。はい。だからそこをまず受け入れてください。そして2つ目は、やっぱり食事と栄養によって脳のバランス、神経連立物質のバランスが崩れると、どうしてもその生存の恐怖みたいなね、自分の生死とこう承認欲求が結びついちゃうようなこう認知の歪みが現れやすくなるんですよ。だから食事と栄養については概要欄の方に私もホームページとか載せてますから、そういうものを見ていただいたり、この聞くだけうつ抜けの5章にもね、栄養のこと書いてますから、こういうものを読んだりホームページを見たりして、食事と栄養というものを少し考えてみてください。動画の中でも例えばカフェインを減らしましょう、それだけでも不安が減りますよってお話をしてるんですけども、カフェインを例えば減らすだけでもこの承認欲求が減る人っているんですよ。うん、不思議でしょ。つまり不安を埋めるために誰かからすごいって言ってもらうってことを利用してたのね。でもこの不安の大元が消えたら、すごいって言ってもらわなくても大丈夫になる人とかっているんですよ、本当に。だから今日は詳しく話さないけども、食事と栄養、肉体のアプローチも取り入れてください。これが2つ目で、3つ目なんですけれども、ここまで説明してもそれでもやっぱり承認欲求止められないって人が多いと思うんです。で、そういう人は1回徹底徹底的に承認されるように頑張ってみるっていうのもおすすめです。だから誰かの投稿を見て、なんかこんなさ、承認欲求バリバリのさ、インスタ映えの投稿なんかして、なんかやーねーみたいに思っても、そこに反応してるってことは自分もしたいんじゃないかって可能性があるわけだったら、やっちゃおうよってことです。うん、徹底的に承認されるように頑張ってみる。仕事を頑張ることかもしれないし、承認されるようにこう抑圧しているのであれば、我慢しているのであれば、その満たされたい、つまり他人の評判で満たされたい、もっと分かってほしい、私のこと見てっていうのをもっと一回徹底的にやっちゃうっていうのも手ですね。そこまで徹底的にやると、あれ、でもこんなに一生懸命やっても私って満たされないな、おかしいって気づいて、そこで初めて承認欲求の捉え方が変わってくるから、一回行き着くとこまで行かなきゃダメっていうのはあります。実際私も頑固で、承認欲求によってその自分の生き死にを埋めてきたタイプだったから、徹底的に承認欲求を満たして、あれ、でも私って全然苦しいし変わらないじゃんってところにたどり着いたからこそこのお話ができるんですよね。ただそれも徹底的にやったっていうのがあるので、今日ここまでのお話を聞いて納得ができない方っていうのは、徹底的にその承認欲求を満たしてしまうように頑張ってみるっていうのも手ですね。うん、そしてその承認欲求を満たした先に何があるのか、そこが大事なところなんだけどね。それを自分の中で実際体感するってことです。それもおすすめです。はい、で4番目ね、この4番目がまあそういう意味では本質的な場所に近づくんだけれども、承認欲求をいくら満たしても満たされても、大元の部分である、自分はここにいてもいいんだ、私は私で役に立たなくても、何の貢献ができなくても、人からすごいって言われなくても、私は私でここでいていいんだよっていう感覚、
やっぱり養っていくことが大事なんですよね。じゃあこれはどうやって養えばいいのっていうと、そんなすぐにはできません。だから心理的な葛藤、心理的な問題をちょっとずつ自分で向き合っていく必要があります。だからまあ私の動画をいろんなものをもう本当にもうまんべんなく全部ね何度も見てもらうっていうのもまず大きな大きな一歩になりますし、さらに心理的な学びを進めたい方は概要欄から詳しく見てもらうっていうのも手です。ただ今日1個ワークを持って帰ってもらうのであれば、承認欲求がムクムクと湧いてきたり、誰かのその承認欲求バリバリアピールの投稿を見てイライラしたり悲しくなったり、なんか承認欲求で苦しくなった時に自分に向かって、でもねそのままの自分でいいんだよ、そのままの私でいいんだよ、あなた今まで一生懸命生きてきたじゃん、私はそれ知ってるよ、うん、そのままでいいんだよって響かないにしても自分に言ってあげてほしいです。響かないにしてもそんなこと言ったってさって多分抵抗するんだけど、それでもいいから自分に向かって、でもここまで一生懸命生きてきたよねって、うん、そんなにさ誰かからすごいって言われなくたってここまで生きてこえたじゃん、それだけでもすごいよ、すごくないって自分に言ってあげてください。その積み重ねによってここの部分がほぐれていくっていうのはあります。ただそんなに簡単ではないのも事実です。はい、もうこれって要は生存に結びついてるからさ、自分の生き死にに結びついてるから、そう簡単には変われないし、変わらないことによって自分の身を守ってきてるので変えさせてくれないんです、心がね、潜在意識が、うん、だけれども、まあ、今日のことを頭に入れとくだけでも全然承認欲求ってものの捉え方は変わりますから。でその上でちょっとその付け焼き刃なんだけれども、 SNS をちょっと離れるっていうのも大事ですね。承認欲求であまりに苦しい場合にはツイッターとかインスタグラムはスマホで見ないと。どうしても見たいんだったらデスクトップ、パソコンからアクセスするようにして、スマホからはアプリを消すとかね、そんな風にこうインターネットから距離を置くっていうのも、まあ一つ付け焼き刃というかね、対処療法、対処的なアプローチになるんだけれども、一つの手ではあります。ただ一番大事なのは自分自身に向かって声をかけてあげることですね。でまあもっとね詳しく心のことをやりたいなって場合には概要欄の方を見てみてください。いつでもどこでも自分に対して、でもここまで一生懸命頑張って生きてきたじゃんって、それだけでもすごいよって自分が自分に言ってあげるね、これが大事です。自分が自分のことを承認してあげてください。これが一番大事なことになってます。本日は以上になります。よかったらね、いいねボタン、チャンネル登録お待ちしております。それからね、動画は何度も見てみてください。ある日スコンとね腑に落ちる腹落ちする時があります。あとは私の動画はね、サムネで私とは関係ないなと思っても、こう全部見てもらうとね、こう私の内容でこう深いところでつながってるので、ぜひね、他の動画もご覧になってみてください。あとはこの動画がいいなと思ったら、お友達なんかに紹介してもらえると嬉しいです。その他の情報は概要欄の方をご覧ください。本日は以上になります。橋本翔太でした。